今回のホームは兄貴三橋ペア。それではペアパチンコバトル第2章の決勝戦、バトルスタート。あれ、早くおいでおいでおいで、ケイジ行こう。とりあえずケイジ1台取ろう。1台ちょっと待って、こう取ってこう取るからこの辺行こうか。はい、行きます。ちょっと待って、いやーちょっと微妙で分かんないけど、とりあえずここ座ってて。はい、はい、とりあえずね、ケージ取りました。いっちゃうか、ケージ。とりあえず1万円。1万円、うん、ただ、はい、私が懸念してるのは、はい、AKB 取られた時に結構不利になるの。あー、ね、AKB やっぱ強いから、ちょっと AKB 見てくるから、はい、座って待ってて。ちょっとこれはケージじゃないですか。あー、ケージ見てますよ。ちょっと他見ようか。他見ますか。そうですね。あ、ゴッチャマ結構好きですよ、私。あ、チャマ。はい、ゴチポケットがいい感じですね。あれ、カケツこれ悪くねえじゃねえの。おっと。おっと。相手よりちょっと劣ってるなと思ったら、はい、マックスいけばいいから。はい。うん、これはいいんじゃない。よし。うん。じゃあこれ決めましょう。OK。OK。はい、じゃあ1台目決まりました。コンコンちゃまですね。これね、ゴチポケットとかあって、このゴチルートがあったり、多少あの攻略効果も効くような機種ではありますので、その恩恵を受けられるように打っていきたいなと思います。なんて言ったって決勝戦ですからね、ここ決めないとダメですよ。気合十分のシルビー。すると投資500円で早速台に動きが。いじった。まだね、この時点では全然弱いんですけども、ここからどうなるかってとこですね。疑似3回まで行くか。もう一丁。おお、来た来た来た。連続予告が続き、チャンス到来。さあどうかな。おい、お、軍来た、軍。しかも百鬼夜行ゾーン入ってましたよね、今。これあるぞ、あるぞ。スケさんリーチ。いや、百鬼夜行ゾーンに軍はちょっとありますよ。あ、でもカットユン弱い。はい、超かんなんちゃら。完全超悪ですよ。か、完全超悪。読め、漢字読めない。怖い。あ、これ弱いやつ。一番大事だと思った。このカラスティングまでね、行ってくれれば、まあまあ期待できますよ。これは予告も十分ですしね。わあ、もうどうですかね、これ。お願いします、来い。人間の力など所詮こんなものよ。あれ、ダメでした。朝一激アツ外しでした。マジか。今回これね、2人ともライト打ってるけど、はい、結構荒いからね。そうですね、コウモンちゃんも結構荒い。おぉ、ゴイッコ来た。熱っ。さあこれも拡散だとまだ弱い。いやー、おぉ、来た来た、これね。よしよし、コウモンちゃんまでね来てくれればいいんですけど、ちょっとまたこの思わせぶりな予告のオンパレードで。でも上ローグももう悪くないですよ。今回は大当たりなるか。さあお願いします。なあ、
お助けありました。復活。ちょっと当たった。これ優勝見えましたね。見えたな。ただこいつこっからだからね。そうですね、こっからあのエスティ入ってくれてラッシュね、そう言ってくれないと。いや見事7回転で大当たりしたシルビー、この勢いでエスティに突入なるか。あでもいいですよ、攻撃強め。おはい、エスティゲット。でかい、これはでかい、これはでかい、これはでかい。こっから結果率 72% ですか。これはでかい、これはでかい、マジでかい。よし、こちらはケージで勝負する兄貴三橋ペア。あケージで当たんなかったら負けるんだから。そうですね。お、いいセリフが出ましたよ。金ゼリフ？はい。ああ上のカットインね。あのリーチ発展した時の下が、トラ柄だと熱いけど。ああいやトラじゃないですね。これ全部行けばいいってことですよね。え、これ熱いんじゃない？あリーチになっちゃった。あ今のは金、あの金の扉だね。金、はい、フシマ。金フシマだ。でもタイトルも変わらない。文字も、はい、白のままですね。発展して歌舞伎ビジョン合体でヨング系リーチに発展。ストーリー系、わー白白だ。一方兄貴の代では保留の色が変化。ただ青だよねこれ。青のフォーク。もうね、まあもちろん青でも当たるんです、当たることあるんですけど。お、でも赤かも。どうでしょう、これ 10% ぐらい。まだ 10% ないね、5% 今の段階で。でこのエフェクトが派手になれば派手になるほどチャンスです。これでケージが出てきてロングリーチ。あータイトル赤はチャンスアップです。ただあの後ろに蝶が飛んでる時あるんですよ。あ、でもこれはまた発展してくれたんで。ここで強ロング系に発展。どうでしょう、ここで今25。ちょっと予告が弱かったかもしれませんね。対するシルビーは2連中。大きい保留きた。うわ赤保留きた。見えづらいですが赤い保留発生で大チャンス。さあこの回転、わあ笑っちゃうもん。ああ懲らしめてやる先、ご隠居来た。ご隠居まで来たらね、これはもう大チャンス。しかも赤保留ですからね。パッカー。熱い展開に思わず笑みをこぼすシルビー。
さあお願いします。いや気持ちいい。もうねこのリーチはね一番嬉しいですよ。あとは昇格するかどうか。お願いします。おほう中央カード2回目です。これでかい。今めっちゃでかい。我々一番優勝に近いところにいますよ今これはすごい。これはでかい。16ラウンドを引き約2400発の出玉をゲット無敵ゾーン来た。ここでねリーチがかかってくれたら文字通りあの超激アツです。来た来た。ちょっと絶好調じゃないですか。これは大丈夫です。おー頼りになるわ。リーチ天敗大当たりいただきました。いや絶好調ですね。これは決めましょう。よしこれで4連目の大当たり。さあラウンドだ。図柄揃い通常図柄揃いですね。まあ4ラウンドですけど全然全然いいです。シルビーが持ち玉できたん でどうやらあの2人まで共有 OK なルールみたいなんで、これは好都合。はい、あのお借りしたいと思います。お借りしたい。いやもう持ってってください。まだまだあの出しますんで。はい、よしこれで現金投資が止まりましたね一回。ちょっとなんとかこの一箱を増やしたいと、はい、お願いします。よし、しかしここで ST は残りわずかに。うわー終わった。まあでも3回16ラウンド引いてますんでこれはでかい。あ2回か、2回引いてますね。早くも差をつけられてしまった兄貴三橋ペア。こちらも当てて追いつきたいところ。梅鉢門役者合体で発展。はい、今ボタンが震えてちょっとチャンスかな。ちょっとだけ私の中ではどうだろう、30%。これボタンもね大きかったらいろいろするとチャンスなんですけど何にもないですからね。こっからの着せる、お、これレインボーじゃないの？復活ですね。さあ、これで着せるボーナス、投資17,500円。相手ペアに追いつくには ST に入れるかが重要。果たして。はい、静かにこの時を今待っておりました。で、キセルボーナスの場合はですね、80% が、ST 突入します。そして 20% が通常になりますね。え、負け戦だと分かっていても、はい、突っ込むしかない。頑張ります。いやちょっときついねこれ。あ、今ね4ラウンドかと思ったら9ラウンド渡りで残念ながら入りませんでした。時短です。時短中に引き戻すことができれば ST 突入となりますが、特に何もないまま。
ここで時短終了。はい、残念ながら終了しました。じゃあまたその時まで静かに待つとしましょう。こちらは新花月を選択したドテチン。赤パンが散りましたけども、おっと赤、赤じゃねえや、文字が出ましたね。これで次、これで青タンからめ、あ、青タンからんだ。うわ、金までいった。うわ、金魚群、チャンスチャンスです。もうこうやってね、激アツが絡むんですよ、当たるときは。あとは保留変化、保留変化し、赤になっちゃう、あ、緑か。これもう一回手前で止まる、雨か。これあれですね、梅雨しぐれ、出玉なし加減のチャンス。ただ金魚群とか出てるんで結構暑いと思います。247回転目、これはね大丈夫だと思います。金だけ、これも大当たり濃厚、ありがとうございます。出玉なしですけど加減入れました。あっぱれ、やったった。247回転、シルビーに続きドテチンも大当たり。投資はね6000プラスシルビーの持ち玉があったんで、はい、これで右打ちですね。さあこっからです。ちょっと緊張してるな。まあ、51.5% は確変で16ラウンド、もうすべて確変は16ラウンドなので、まあ、ここでその逆の方を引いちゃうと4ラウンドで30回自体になってしまいますので、これ一発引いときたいところです。ラミゲージです。さあ16ラウンド確変を引けるか。もう課長風月モードはもうかなりシンプル、6か7のリーチしかないんです。6で止まっちゃうとピンチ。7止まれ、あーやばい。これで揃いました。風付き、この2回の変動で7に変わるかどうかが重要になってきます。変わった変わった、でかい2500、変わった、イエーイ。これはでかい。いや、まあ、とりあえずこの1回ね引いとかないと始まんないだよ、ね、さすがですよ小手さん、頼もしい。ということで各編の豪華絢爛モードに突入です。うわー、緊張する。スマも色が重要。あー、もうダメか、青今みたいに、これだとダメ。赤出た、おっ、おっ、赤、おいしょ、赤ロゴ、これはチャンス、これは激アツですよ。あれ、おお、危ない危ない。さあ、さすがです。でかいでかい。ガーサスでございます。でかい。もうね、16ラウンド引いちゃえばもうミドルと同じですから、もう出玉はね。よし、2回引いた。こちらは通常モードに戻ってしまった兄貴。これもダメだね。お、チャンスですよ、ちょっと。さあ、来るか来るか来るか、来たー、来せる予告もうね、これが見れただけでいい。一応これ80パーあります。来せる、いいの、まあ、来せる予告ね、もう外れても見れただけで幸せレベルです。1日1回出るかどうかでしょ、多分当たりも外れも含めて。
今日いろいろ聞いたら三橋さんが刑事打ちたいって言ったんだからね。え、三橋さんが刑事打ちたいって言ったんだからね。はい、頑張ろうね。頑張ります。もう開き直って、はい、えい、うわー、どうなのこれ。青だよ。だよね。まあでも見れただけよしとしましょう。からの、はい、今のが1日1回見れるかどうかのキセル予告でございました。惜しくも外れてしまった兄貴。しかし今度は三橋の台にチャンスが。歌舞伎ビジョン合体で発展。さらにセリフ文字が赤なのでチャンスアップ。発展お願いします。ロングになりますね。歌舞伎ごめん役者だったらストーリーだったはずですけど。やったお、宮下さん、ね、やりました。おめでとう。ありがとうございます。前半戦で危な、とりあえずまだ喜べない。はい、ずざらぞろい。あー、はい、それが入ってくれないと厳しいね。そうですね。4ラウンドだと8割ですよね。あ、もうそれずざらが揃った時点で4ラウンドないから。そうか、そうだ、16台 7か。兄貴が ST に突入できなかったので何としても入れたいところ。三橋も残念ながら時短へ。うわ、ありゃー、終わってしまった。対するドテチンは現在6連中。これまずいな。いやー、揃った。41回転、42回転かな。41。さあ、マリコがいればですけども、ちょっとね、予告が、ね、なかったのがね、厳しいけど、どうでしょうか。あー、いないね。4ラウンド。え、マリコ、そんな引っ張り、マリコ。よし、ありがとうございます。1,2,3,4,5,6,6 素晴らしい。出玉はすでに1万発を突破。すごい、これは嬉しい。うわー、カロゴ激アツ。こんなの体も全然いい。もう逆に揃ってくれた方がいいね。これでずれると7のリーチで外れる場合があるんですね。いやー、でもロゴ赤いですかね。ちょっと今電柱方で切れたんで打ち出しやめます。長押
テチン、またまた16ラウンド大当たりのチャンス。もう若かったですからね、もうね、これはもう大台だと思っていいでしょう。よし、絶好調のドテチンですが、ここで格変終了のピンチが。これはピンチだね。取っちゃうかな。取っちゃいましたね。120回転目。さあ予告が絡んでないので、ちょっとこれはピンチかな。どうでしょう、マリコ。ボタン普通だね。ダメか。うん、ダメだね。まあラウンド中にもね、16になる可能性あるんですけれども、アタッカーのね、右下にランプがあるんでね、もう4がついちゃってるんで、もう4ラウンド通常です。いや、とりあえず来ましたよ。いや、お疲れ様です。タイガッツのいいとこ見せちゃった、はい、1ヶ月とドテチンのいいところ見せちゃった。どうでしょうね、男前。 いつもより、いや、今日かっこいいですね。でしょ、なんか輝いてますね。やっぱそうでしょ、はい、そうでしょ。ちょっと見直しました。はい、じゃあ実戦時間終了のお時間となりましたので、前半戦これで終わりたいと思います。あの、前半戦は100点満点です。フェアバトルとしてはもう100点満点で終われたと思います。後半戦も好調して頑張っていきたいと思います。はい、ただいまから後半戦始めたいと思います。引き続き、まあ、もうちょっとだけなんですけど、まだ出玉があるので、これを使いながらなんとか初当たり引いて ST に入れたいと思います。頑張ります。前半戦は単発で終わってしまった兄貴三橋ペア、後半戦も逆転狙ってケージを実践。4割ありますよ。お龍が赤くなりチャンス、熱い展開に期待です。金です、金です。お願いします、お願いします。ふすまも金色でチャンス。なんとこれプレミアム演出が発生。ニューギーって出ましたよ。ロングに発展ですね。後半戦早速大当たりをゲット。前半戦では ST に入れなかったので、今度こそ突入できるか。これ ST お願いします。三橋さん、はい、当たったね。当たりました。もう今日はもう三橋さんに任せてるから、お願いお願い。どうした、嬉しい。投資いくら。あ、ちょっと36,000ね。はい、36,000です。安い、安いぞ。嬉しい、あー嬉しい。頑張ります。はい、それでは後半戦ですけどもね、今のところ順調ですからね、この状況をねキープしつつ、さらにね
上目指していきたいと思います。頑張ります。今回絶好調のドテチン、後半戦さらに出玉を増やせるか。お、ロゴが緑になったね。お、赤になった。これチャンスですよ。ドテチンも早速チャンス到来。さあ、こっから何が絡んでくるか。これ自身2連です。ああ、でも保留が変わんない。ああ、でも3連行きました。ここで何色に変わるか。うわ、満月ゾーンだ。激アツですよこれ。満月ゾーンじゃないのかこれ。間違えた。リーチに近くありますね。保留が青のまま。あ、振り物金混ざりましたね。チャンスアップ。ただリーチ後にマリコが来ない。ちょっとね、ワンランク弱いですね。タイトルは普通。どうしてもね、やっぱり風流花月の期待度がかなり高いんで、そっち行かなかった時っていうのはやっぱどうしてもね厳しいんですよね。復活はダメですか。そういうことなんだよな。土手さん、一箱いただいてもよろしいですか。持ってけ持ってけ。こんなにありますから、ね、いくらでも持ってけ持ってけ。すいません、よよ9箱あるうちのたったの一箱だけだと。もう全然持ってきますね。持ってきな持ってきな。あ、ありがとうございます。いいよ。そして朝日、今日の土手さんかっこいいわ。もうどんどん言ってね。もうね、武藤刑事くらいかっこいい。条件として、え、条件として今日ツイッターで5回はつぶやいてかっこいいわ。任せてください。こちらは歌舞伎ラッシュ中の三橋。虎の保留は大当たり濃厚。なな嬉しすぎて変なテンションになる三橋。いや、びっくりした。ないよっしゃなので16ラウンド大当たりをゲット。ありがとうございます。またまた七つ柄で天敗。3連を達成。果たしてどこまで差を縮められるか。最高が29連なので、ちょっとそれを今日は更新できればしたいです。でもあんまりよく言うとね、ダメだから。あ、すいません。こちらは黄門茶碗を打ち続けるシルビー。いや、後期保留にはなったけど、ちょっと発展早いですね、まだ。あ、でも熱の文字。え、ミュージックリーチ、ここで
これはね、もう見るからにあれなんですけど、弱いです。このリーチはもうミュージックリーチ全部に言えるんですけど、うわ当たった、ミュージックリーチで当たった。なんで後半戦ちょっと初当たりとりあえずようやくゲットはできたんですけど、いやーハマりました。477回、急に当たった。世直しラッシュには入れるか、超肛門派。いや、これは行っとかないと。わあ、うわ、行った。エスティゲット、今ちょっともう諦めてましたけど、なんだよなんだ。ちょっとミュージックリーチからもう絶望だと思ったんですけど。しかし早くもエスティは残りわずかに。お、いやー、ここ出てきた。わー、無敵ゾーンからこれリーチ転廃すれば、お、当たり、来た、いただきました。 ST 残り9回転のところで無敵の時からリーチに発展。いやー、やっと。さあラウンドは、よし、16ラウンド、ようやく来ました。払い出し2700個、これはでかい。ライトミドルでやっぱこのね手玉感は嬉しいです。危ない危ない。ここでパートナーのドテチンにもチャンスが。お、赤い、うわー、金だよ、ボタン。うわ、これはもういただいたでしょ。金のボタンって超激アツだったんじゃないかな、違うかな。激アツ、もうこう、なんかこれマリコ背景、激アツ、素敵でございます。もうこれ当たります。極端なんだよな、ノシカ長、シカ、タイトル普通。このリーチは外れ後の発展に期待です。今度当たっちゃうじゃない、大丈夫。さあ、でこの三日月がね、全部全点とすれば発展です。これはいきます。満月出現で風流花月リーチへ、出なければ四季巡りへと発展します。さあ、風流花月ですね、今季最強のタイトルは、タイトルフルーツ柄、もういただきです。ボタンとしてバイブだったり、いろいろチャンスパターンあるんですけどね、最終的にはこのポイント2で見ればいいと思います。わ、すげえ、ほうだ、わ、999。差が激しすぎる。これいただきました。マリコ結構かかったな。時短後348回転4での大当たりですね。これがね、右のランプでなんとなく推測できちゃうところがあるんですけどね、4ラウンドでも、実質4ラウンドで16ラウンドランプがつくときがあるんですけど、その時は確定ですね。4がついちゃってる。この場合はまあほぼ通常です。
格上の場合もあるんですけど。果たして結果は？さあここでマリコが出ればですけどね。どうでしょう。いやーこれダメだ。チャンスタイム30回。対する三橋は現在5連中。うわー懐かしいこの曲。かっこいいよ。さあ7点。まだだよ。ありがとうございます。やった。嬉しい。よっしゃ。これで16ラウンドは4回目。気持ちいい。やっぱり刑事だな。しかしここでわー嘘でしょ。もうちょっと。うわ嘘嘘もうちょっと。あ待って。わー嘘。微妙微妙ですな。三橋さん、はい、もうこれ以上負けると厳しいんで一箱いただきますよ。あ、はい、はい、三橋さんから一箱いただきました。さあ頑張ろう。三橋と出玉を共有し一旦投資が止まった兄貴。この出玉で兄貴も大当たりを引きたいところ。お、縄文突破の AC かな。いかないか。お、こっちが来たよ。出た。本日2回目。キセル発生で大チャンス。あ、でもこっからが大事なんだよね。ちょっとこれ青ホール、さっきとパターン一緒だね。あ、一応緑に変わってくれたけど。おー、なんぼのもんじゃ。一応赤カットインきました。さっきと全然違う。あるといえばある、ないといえばない。いや、こっからまだキセルでも攻めてキセル。こちらはドテチン。お、赤いよ金魚が。おお、これ熱い。初めて見た。おお、タカがボタン持ってきた。これは熱い。もうなんだこの差は。熱い演出のオンパレードです。はい、リーチフォーキー、フォーキーボイス、マリコ背景ありがとうございます。これは当たりですよ。あ、ただ、あ、これ空流か月いきますね。リーチも大チャンスの風流花月に発展。お、あ、でもタイトルは変化なし。3、4、5、5ポイント。これだと 25%。 あ、レバーですね。よっしゃーっていう感じじゃないんですよね。何なんだ、何なんだろう。
なんとなくもう準備が、心の準備ができている状況で当たるっていう、ね、まあなかなか、まあこいつならではですよね。さあ24回転連鎖ポー終了は24回転6、楽しみにしてるんだ。はい、3連続チャンスタイム、ね、実戦時間も残りわずかになってきましたが、ここで伊橋の台に動きが。お、来た来たよ、それコンコンだよ。さあ本日5回目2人合わせてお願いします。まだ終わってないよ。赤、タイトル赤でチャンスアップ、さらなる発展に期待です。発展したいいとこ、歌舞伎ごめんなが違う、違う、最後のカットイン、あ、赤、熱いあるよ、あります、あるよ、あ、ないのかい。いや、まだわからん、まだわかんない。歌舞伎ボーナスでもいい、キセルボーナスか。おー、来た、ほら、まだ終わってない。さあこっから行きますよ。さあ ST に入れるか。お願いします、お願い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 。ST に入れず時短に突入。大丈夫、いける。最後の最後まで諦めず時短引き戻しを狙う三橋。戻すことができず時短終了。うわー、はい、というわけで、実戦時間終了ということなので、終わりにしたいと思います。とりあえず最後の結果を、まあ、お楽しみということで終了させていただきたいと思います。お疲れ様でした。結果発表、お疲れ様でした。はい、テンションがおかしいなことになってますけどね。はい、じゃあもう早速ですね結果の方見ていきましょう。はい、お願いいたします。このようになってます、どうぞ。はい、ドーン、うわっ、ということで結構つきました。そうですね、さだまは 12,949 対マイナス 24,226 ということで、私たちドーテチンシルビーペアの勝利となりました。ありがとうございます。おめでとうございます。優勝ですね。いやー、なんかね、うちらのチームはね、はい、もうね、自滅した感じですね、やっぱりね。もうマックス打つとこのパターンがあるんで嫌だったんですが、
そう、ね、もう最後まで、はいね、乗りかけた船なんでね、はい、固くいった感じですね。そうですね、私たちも投資も結構軽かったので、うん、もう一日中持ち玉で遊べるぐらいの、まあ、でも固くっていう割には結構あの、うん、ライトとはいえ洗い台で、うん、洗い台ですよね、まあ、たまたまいい方が一番最初に来たっていう感じではありますね。はい、あ、分かりました。はい、はい、もう乾杯でございますので、何も言うことはございません。はい、はいはい、そんなわけでですね、はい、では賞金の方を、お、お、あるんですか、お、ないんじゃないですか。いやいやいや、あ、実はちょっと収まっちゃってるところに収まっちゃう。あれあれ、あ、出ました出ました、持ってた2人とも。おかしい、本当だったら私たちが見ない、あげちゃいけないね。見ません。では、はい、じゃあどうぞ、はい、私おめでとうございます。本当ありがとうございます、はい、おめでとうございます。どうもありがとうございます。なかなか取れない、なかなか取れない。渡したくなかった。いや、もう今日は乾杯なんでね、うん、はい、しょうがないね。いや、これは嬉しいですね。本当に嬉しいですね、はい。このペアで、はい、あまりいい結果を出したことがなかったもので、そうですね、はい、チャンピオンというのがなんかどうもこそばゆい感じがしますけれどもね、はい、だどうやら、次シーズン、はい、第3章になりますかね、うん、が始まることが決定したということですので、お、はい、私たちはですね2連覇を目指して、はい、はい、この立ち位置がいまいちちょっと分かんないコメントしづらいです。ちょっと不安ですね。浮き足です。浮き足になっちゃってる感じですけれども、はい、ダーニキ宮下ペアも、そうですね、はい、まあ前回ね、チャンピオンにならしていただいて、はい、プレッシャーを背負いながら、はい、日本国民、日本全パチンカーのそんな思いをしとって背負ってたんですね。頑張って重かったです。そんなことはないですね。はい、ということで今回の結果をもちまして、はい、第2章の優勝者は、はい、ドテチンシルビーチームとなります。おめでとうございます。やった、ありがとうございます。賞金ゲット、ゲット。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる、充実のラインナップで配信、毎週火曜水曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ、毎週木曜配信、ギョタクトラルセの月とすっぽんぽん、毎週金曜配信、どうにか貧乏家族、さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信、 YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定、メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう、リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。